はい、どうも三平です、今回はね、久しぶりにいただいている質問に動画でお答えしようかなと思います。はい、まあね、ただ喋るだけの動画ですけど、よかったら見てってください。はい、じゃあね、早速今日はね、足トレの動画でね、コメントいただいてて、それの質問です。ちょっと読み上げてみます。がっつり下半身やられてますね。ところで、デッドリフトという種目はカリステニクスに入るのでしょうか。なんかウェイトトレという印象がちょっとありますね。私は以前チューブでやってました。確かに、上半身の体重よりケトルベルの方が軽ければ自体重メインにはなりますが、というね、はい、コメントで、まあ、質問というかコメントかな。うん、まあまあ、まあ、聞いてくれてあるし、ちょっとこれについてお答えしようと思います。はい、まあ結論から言うと、僕にとってデッドリフト、いくらケトルベルの、まあ、ケトルベル持とうが、まあ、今後ね、例えば重量が上がろうが、バーベルで、まあ、僕はやらないだろうけど100キロ持とうが、僕が、トレーニングするときに考えてる、なんだろう、目的とか、があれば全然カリステニクスに入るかなというふうには思ってます。はい、まあそこのだから考え方次第かなっていうのは個人的には思いますかね。まあ、確かに、このコメントしてくださった方がおっしゃるように、まあ上、なんだろう、ウェイトトレーニングのすごい印象は強いかもしれませんね。はい、まあ、なのでどんな風に僕が考えてるかっていうところを説明したいんですけど、そうだな、まあカリステニクスってすごいなんか曖昧というか線引きが、なので人それぞれなんかカリステニクスとはって聞いたら結構答えが変わってくるかなとは思うんで、でまあそれはそれでというか、まあ、それがまあいいところでもあるかなとも思うし、はい、まあまあまあグダグダ喋ってもあれなんで、まあ僕の考えは、カリステニクスって根本的にはファンクショナルトレーニングの一つだっていうふうに考えてます。まあ、ファンクショナル、直訳すると機能的にっていう意味なんですけど、まあ、どういったものかというと、まあ、例えば日常生活でも、まあ、走ったり歩いたり立ったりしゃがんだり、物拾ったり物取ったりとかね、まあ、しますよね。まあ、そういった体の、まあ、体使うじゃないですか。そこの体の使い方をトレーニングを通して正しい体の使い方を身につけて、日常生活でも、まあ、正しい体の使い方して、まあ、変にね、なんかどこか体の一箇所だけに頼ってそこにすごい負担をかけてなんか動作を行うっていうよりかは、まあまんべんなく全身をね使って、使う方がまあ怪我しないじゃないですか。まあそういう体の使い方をトレーニングを通して体に覚え込ませていくっていう、まず、ところがあるかなと思います。でスポーツやってる方だったら、まあ実際そのスポーツで、まあ、する動き動作パターンとかね、まあ、そういうのをよりこう機能的に、精度を上げるようなトレーニングかなっていうふうに思ってます。はい、なので、カリステニクスの僕はそれの一つの手段だっていうふうに思ってます。なのでまあもちろん今僕確かにそのじゃあ懸垂をよりでき回数やれるようになりたいとか、まあ僕はよりこうなんだろう筋持久力の部分とか、伸ばしていきたいっていうふうにね、まあ言ってるかなと思うし、もちろんそのためにトレーニングしてるんですけど、まあそこはまあもうなんだろういわばもうお遊びというかなんやろな、もう応用の部分というか、であって、もっと根底には僕がトレーニングする目的、カリステニクスをする目的の根底には、さっき言ったようにちゃんとトレーニングで正しい体の使い方を覚えて日常生活でもやるような動きですよ。そういうのをしっかり体に身につけて日常生活でも、まあ変な体の使い方をねしないように訓練してる、トレーニングしてるっていうのがあります。で僕にとってそれがカリステニクスです。ですので、僕にとってそれがカリステニクス、
うん、ごめんなさい、なんか変かも。カイセニクスはまあファンクショナルトレーニングの一つっていうふうに認識してます。うん、でなのでデッドリフトもまあ動作見てもらったら分かるように、まあもう日常生活でも使う動きじゃないですか。物を拾う、まあ、まさにそうですね。物を拾ったりするとき、物を持ち上げるときにこう構える姿勢とか、うん、そんな動きなんで、要はデッドリフトという種目を使ってその日常生活でそういう動きをする際に怪我しないように、正しい体の使い方ができるように、でまたその時に使う筋肉を鍛えるように、うん、そのためにやってるっていうのがまず根底にあるので、うん、カリステニクスと呼べるかなというふうには僕は思ってます。はい、伝わりますかね。うん、なのでそういう目的があって、そういう考えがあってやってるんであれば僕はカリステニクスかなと思うし、いくら重量が上がろうとね。うん、じゃあ例えば、まあ、これもね、ほんまここがもう何が正解かとかもうマジで分かんないんで、あくまでも僕の考えなんですけど、例えばじゃあ同じように、じゃあ50キロのケトルベル持ってデッドリフトしてる方が、まあ、A さん B さんといらっしゃったとして、で A さんは今僕が話したような風に考えを持ってると。じゃあ B さんは、え、何そのファンクショナルとかその日常生活に生かすとかそんなことは一切考えてないよって、ただただ、まあ、ケツでかくしたいとかハムストリングス鍛えたいとかね、背中鍛えたいとか、それだけのためにやってるよっていうね、まあ、そういう考えを持ってる方はもしかしたらウェイトトレーニングというのかもしれないですね。はい、まあ、すごいこの辺って難しいし、まあなんか、うん、この辺話し出すとね、なんかもう、うん、答えがないというか、うん、難しいとこはあるかなと思うんですけど、うん、まあ僕が思ってるとこはそんなとこなんですけど、伝わりましたかね。うん、でまあ答えとしてはね、すごく、うん、ちょっと今ダラダラ喋っちゃいましたけど、シンプルなので、まあ別にコメントでね、まあテキストで返してもよかったんですけど、まあなんで今回あえてこう動画で撮ってるかというと、うん、まあ本当にあくまでも僕が受けた印象ですよ。でもちろんこの質問してくださった方がそう思ってるなんていう、そう思ってるだろうなん、そう思ってはるだろうななんて別にまあ思ってるわけじゃないし、決めつけてるわけじゃないんですけど、こういう質問が来る背景としては、なんかこうカリステニクスやってますとか、まあ、自重トレやってます、まあ、荷重トレも含めですけどやってますとかね、なんかそういうスタンスでやってたら、なんかもうウェイトトレーニングしちゃいけないのみたいな、なんかしたらあかんみたいな、なんかそういう風潮があるというか、よくこうつつく人いますよね。なんか自分自重トレーニーのくせになんかダンベルやってんのとか、うん、なんか続く人いますよね。なんかそれが、まあ、僕はナンセンスかなというか、まああんまそんな別に人のことほっといたらいいやんっていうふうには、まあ、思うんですけど、っていうのもまあまあみんな、なんだろう、理想の体とか理想のパフォーマンス、自分がなりたいね理想のものに近づくためにね、まあ、頑張っていろいろこう手段とかも考えてると思うんで、まあ僕はね自重トレーニングだけしてますとか、まあ言ってる人もまあまあなんかこう壁にぶち当たって、やっぱちょっとこうなんだろうな、ウェイトトレーニングっぽいこと、まあマシン使ったりとかもね含め、やっぱ必要性を感じたらまあそりゃするでしょう。うん、強くなりたいんですもん、今より良くなりたいんですからね。うん、だからまああんまそういうところをまあ別になんだろう、自重トレーニーだからダメ、もう絶対にダメとかね、うん、っていう風には思わなくていいんじゃないのかなとは思ったりもしてて、うん、なんだろう、まあとはあれかな、なんかカリステニクス自重トレーニング、っていうことでこう縛りをなんか、うん、そうだな、自分自身を縛りすぎてる人とかもいるのかなとか思ったりね。うん、うん、別になんか縛らなくていいじゃないですか。うん、強くなりたいし理想の自分を得れるんだったら、うん、なんか別にどんどん、目標に近づくための手段っていうのは取り入れるべきだと思うし、
うん、だからまあまああんま、うん、まあなんだろう、ちょっと着地点が見つからないんですけど、うん、まあまあまあ、何が、まあそうですね、縛られず、あんまりそういうカリステニクスやし、これしかやっちゃいけないとかね、うん、っていう風にな考えとか、まあ、発想は持たなくていい、いいですよっていうのを、まあまあなんとなく伝えたかったっていうのはあります。はい、まあ僕はね、まあ自分自身別に今自分が求めてるパフォーマンスとかをするために、まあ、マシントレとかね、ダンベルトレを、まあ、別に必要やとは思ってないのでやってないですけど、わかんないですよねこの先、うん、わかんないですよね、うん、まあまあ、なのでみんなね、人それぞれ、みんなそれぞれ考えた結果やってると思うんでね、あんまつついたりしなくていいかなと思います。はい、まあ細かく言うとね、僕もなんだろう、バンドでやってるね、まあ、ウォームアップの動きとか、あんなんもまあ要はもうダンベルとかでやってるような動きに近いものはあるのでね、まあそこもじゃあそれカリスニクスなんですかとかね、つかれたらね、うん、まあまあさっきと同じ返答しますけど、うん、めんどくさいじゃないですか。まあまああんまりこう縛りを作らず、クリエイティブに、うん、柔軟にトレーニングできたらいいんじゃないかなとは思います。はい、今日はそんな感じです。ちょっとまあ質問いただいたお答えからちょっと膨らんじゃったかもしれないですけど、まあそんな風な、なんだろう、まあコメントを読んでなんかこう思いがね芽生えたので、芽生えた、うん、コメント読んでね、まあまあそんなことも伝えたいなというふうに思ったので、はい、今日は撮ってみました。はい、まあうん、撮ってみました。うん、まあ今日はここまでですけど、今後ね、こういう、なんか質問に答える動画もどんどん増やしたいなと思ってるんで、ぜひぜひお気軽に質問あれば、コメントで残していってください。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ではでは、どうもです。